どうも、大悟です。というわけで今回はですね、なぜ女性が占いやスピリチュアルにハマりやすいのかというお話をしたいと思います。別に女性だからね、スピリチュアルにハマる、男性もハマらないというふうに言ってるのではなくて、実はですね、これ科学的に、心理学的に、女性の方が男性よりもスピリチュアルやですね、占いにハマりやすい理由ってのがあるんですよね。これと同時に、じゃあ男性がそういうものにハマっちゃいやすい場合ってのもありまして、こういうですね、そうやってスピリチュアルとか占いとか、まあ、根拠がない、ちょっとよくわからないものをですね、ついて信じてしまう人間の、本能について今日は解説していこうかなというふうに思います。そしてですね、今日はですね、まあね、やっぱりね、人間というのはワインが好きになってしまう本能があるんでしょうが、今日はですね、神の雫にも選ばれた、シャトーシュバルブラン82年、飲みながらやっていきたいと思います。なんかね、作者のね、先生、神の雫の作者の先生ともね、僕よくね、ご飯とかご一緒するんですけど、82年だけはちょっと別格ということで、はい、今日はですね、これ飲みながらやっていきたいと思います。はぁ、あ。うん。82年って結構、僕よりも4歳年上なんですけど、やっぱりね、強い。めちゃくちゃ強い。結構これ、1時間ぐらい放置した方が美味しいかもしれないですね。うん。うん。しばらくなると本当はこういうワインじゃないはずなんですけどね。うん。って言ってましたけど、本当に、他の年飲んだことあるんですけど、これだけちょっと特別な。そんなところがあります。なんかこう、もしかしたらスピリチュアルな不思議な力というか、ね、何か運命の星のもとに作られたワインなのかもしれませんね。みたいな風にですね、スピリチュアルにですね、急にハマったりとか、ちょっとそういうね、不思議な巡り合わせとか、出会いの不思議、スピリチュアルのこと、あるんじゃないのって思う方いらっしゃると思うんですが、実はこれね、人間の特定の能力がスピリチュアルを信じる力とリンクしてるっていうちょっと面白い、研究が出ておりますね。これは、今日のですね、テーマとしてやりたいと思います。はい。結論から言うとですね、よく女性が占いやスピリチュアルにハマるのは、女がバカだからなんだみたいなことをですね、言う人いるんですが、結論から言います。そんなことはございません。実はですね、女性がスピリチュアルにハマるのは、合理性が低いとか、頭で物事を考えられないというわけではなくて、直感に対する信頼性が高いからだよっていう研究が出ております。つまり直感を、自分の直感を信じる人ほど、自分の直感に対して信頼感を置いている人ほど、スピリチュアルにはまりやすくなるんです。男性でも女性でも関係なく。ちょっとですね、こんな変わった研究を今日は、ご紹介しようかなというふうに思います。はい。だから男性でもね、なり得る、可能性があるわけなんですよ。で、この研究は、コロンビア大学が2545人のですね、実験参加者を対象にして行ったテストになります。全員に対して、どれぐらいあなたは直感を信じますかということをですね、チェックして、さらに全員のですね、推論能力、まあ、頭の中で物事をちゃんと推理したりとか考える能力ですね。こういった能力とか、あとは、どれだけ、自分のね、直感を信じるかっていうこととですね、比べて知能とかこういったものを調べたわけですね。要するにその人がどれぐらい直感を信じやすいかってことと、物事を推理する能力がどれぐらい高いのか、そして知能がどれぐらい高いのか、こういったことを比べてあげれば、直感を信じやすい。そしてね、人と、まあ、いわゆるこうね、例えばじゃあ頭いいのか悪いのかみたいなことがわかりますよね。つまり直感と知能に関するですね、この、つながりっていうのを調べた、そんな研究になります。結果何がわかったかというと、確かに女性は男性よりも幽霊とかカルマ、まあ、業とか運命みたいな感じですね。カルマのような非科学的なものを確かに男性よりも一般的な女性の方が信じる傾向があったというのは、これは事実として出てます。だからやっぱり女性の方が、まあ、スピリチュアルとか幽霊とかそういうものは信じやすいんですね。ただこれ二つ目のポイントが面白くて、女性は男性に比べて直感を信頼する傾向は高かったです。女性の方が自分の感をやっぱり重視します。ただ推論能力とか知能には男女差がなかったんです。だからつまりどういうことかっていうと、女性も別にちゃんと論理的な思考とか推理もできるし、知能も十分高いんですよ。ただ男性よりも直感を信じやすいということがですね、この研究が出てるんですね。でこれはまあ当たり前っちゃ当たり前で、男性ってのは論理的で物事を考えてこう筋道を立てたりとか戦略を立てて敵をね勝ったりとか、例えばね国を作ったりとかいろんなことをですね今までしてきたわけなんで、男性はまあ割と論理を重視する可能性ってのが高いわけです。ところが女性の場合は、自分のですね過去の経験を生かして直感で判断を下すんですよ。例えばじゃあどうやってマンモスを仕留めようかってことをゆっくり考えることは男性にはできるんですが、じゃあ目の前で子供が泣いていますってなった時に、その子供が何かお腹が痛いのかお腹が空いているのか他の問題があるのかってことを直感的に判断していかないと、女性ってのはやっぱり生き残れなかったわけですよ。って考えると女性の方がおそらく歴史上
直感を信じて、あるいは直感を磨くことによって有利な結果を引き出してきたから、女性はより直感を耐えるようになって、男性は直感に従うよりも論理的な判断を行った方が得することが多かったから、そうなってきてるんじゃないのみたいな、いわゆる男女の脳の違いとか考え方の違いをですね、示す先行研究とかもあったりするんですが、やはりですね、そこに示されるように、女性の方が男性よりも直感を信用する傾向はあるんだけども、別に頭の良さは男女に差はないんですよ。だから、女はバカだから占いとかスピリチュアル信じるっていう人は、いや、その人こそがバカなんですが、でもそれを置いといて、じゃあですね、男性もスピリチュアルとか占いにハマることあるのかということなんですが、実はこれあります。3つ目のポイントが非常に面白いです。直感を信じられるような状況、または、勝利、成功、金銭的な報酬が絡む場面では、男性も比較的なものを信じるようになるわけです。もうなんとなくわかりますよね。そうなんです。男性も、あ、これはきっとこのギャンブルとかね、あ、俺今波に乗ってるんじゃない?みたいな風に、自分の直感を信じた方が、なんかこう、いい未来が見えそうな感じの、そういう直感を信じれるような状況、または、ギャンブルで大勝ちする。ビジネスで大成功する。ね。出世してお金が稼げるようになる。この人とコネを作ったら成功しそう。みたいな、成功とかお金が絡む場面では、男性も非科学的なものを信じちゃうんですよ。だから男は、ギャンブルで自分の勘を信じすぎて、自爆したりとか、いわゆるこう、詐欺みたいな嘘の投資とかに引っかかっちゃって、で、そういったもの科学的でない、論理的でないものを信じてしまって、それで失敗する人、結構いますよね。で、これは、だから実は男性にとっても起こるんです。女性の場合は、もともと直感を信じやすいから、そういうスピリチュアルとか占いを信じやすい傾向があって、男性の場合は、自分の成功とかお金とか、そういうものが絡んでしまった時には、非科学的なもの、占いとかスピリチュアルとか、なぜかよくわかんないけど、波とか、今俺波が来てるからみたいな。ちなみにあれね、ギャンブルとかに起きるですね、幸運の波ってあれないんですよ。科学的にあれないって、ただの気のせいですよってことがわかってるんですが、そういうことを信じちゃうよと。だから男性もね、あまり女性のことを笑えないと。人間はやっぱりそうやって、直感に頼ろうとすればするほど、スピリチュアルなものとか、非科学的なものを信じやすくなるので、ちょっとそこを気をつけないといけないよね、ということがわかる。そんな研究でございました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。でもね、やっぱりこう、直感ってすごく大事なんですけど、直感をね、人が信じてる時って、残念ながら、鋭い感を発揮できることもあるんですが、同時にね、いわゆるこう、スピリチュアルなものだったりだとか、そういうこう、非科学的なこととか、もっと悪い言い方をすると、バイアスとか、そういう失敗しやすいものにですね、持ってかれちゃう可能性もあるんですよ。だからつまり直感を、使ってる時って思い込みにも支配されやすくなってるんです。だからこういった思い込みを減らして直感を働かせる方法ってのも知る必要があります。で、というわけで今日はですね、そんな直感を活かしながら思い込みの影響を排除するための方法、これをですね学べる動画を概要欄の方に入れております。で、やっぱり直感をね、人間が一番使う時っていつかっていうと、やっぱり投資とかお金が絡む時と、あとは人を見る時です。女性の場合は人を見る時、男性もそうですけど、人を見る時やっぱり直感でこの人いい人かどうかってことを判断しますし、お金が絡む時も結構直感でやっちゃう人いるんですよ。で、この2つへの対策として今日は番組の概要欄、そしてこの動画の、コメント欄の方にですね、おすすめの動画、おすすめの D ラボ動画を入れておきます。今日のおすすめの D ラボ動画は人を読むシリーズ、インスタントビッグファイブ入門と人を見抜く直感の磨き方というですね、この2つのですね動画ですね、相手はやっぱり直感的に判断するだけではなくて、その他人の性格を直感を鍛えながら、同時に、ちゃんとですね、客観的に分析ができたら、やっぱ対人関係でミスも少なくなるし、女の子も口説きやすくなるし、変な人に騙されなくなるし、人間関係も良好になるわけですよ。で、こういった直感も働かせながら、かつ論理的、客観的に、バランスよく人をですね、読む、ためのですね、方法をまとめた、シリーズがこの人を読むというシリーズです。で、このシリーズなんですが、今日ね、番組の概要欄とコメント欄の方から、20日間無料で、ですね、どなたでも見ていただけますので、ぜひですね、皆さんも相手をパッと見た印象で分析するインスタントビッグファイブ、そして人を見抜く直感の磨き方ですね。ぜひこの2つの動画チェックしてみてください。あとはお金はやっぱね、いろいろね、投資とかで、ね、勉強してる人もいると思うんで、そういう方がですね、その投資とかお金が絡むタイミングでバイアス、嫌な思い込みに引っかからないようにするための、動画も概要欄の方とですね、コメント欄に用意しています。投資家が陥るですね、バイアスに関する動画、概要欄に入れておきます。概要欄とね、コメント欄ですね、入れておきます。で、この動画も、全部ですね、今20日間無料で D ラボから見れます。ぜひですね、概要欄とコメント欄チェックしててください。で、今日の、ですね、おすすめの、さらにですね、おすすめの、無料のオーディオブックのリンク入れておきます。やっぱりバイアスとか変な思い込みに振り回されないようにして、自分の直感力を高めるためには、やっぱどうしても勉強が必要です。知識が入れば入るほど、バイアスとか思い込みに左右されづらくなって、やっぱりね、直感ってね、自分の経験とか学んだ知識にですね、依存するもんなんで、何もね、経験も知識もない人間が直感を働かせようとすると、それでただの当てずっぽうってことになるので、それとやっぱ頼りがいがないです。なので、効率よくですね、知識や経験を頭に入れるための方法ということで、最短の時間で
最大の成果を手に入れる超効率勉強法、僕の本の中で2番目に売れてる本ですね。このオーディオブックが今、Amazon で一人一冊無料で、聞けるですね、オーディオブックとして、出てますんで、ぜひ概要欄の方からこちらもチェックしてみてください。そして直感に関する今日のおすすめの本なんですが、有名な本ですが、マルコム・グラッドウェルさんの、第1巻最初の2秒の何単価が正しいとですね、直感に関するですね、様々な、バイアスに関するね、記述がですね、主ですけれども、研究をまとめた本になっております。こちらと、あとは僕が書いた直感力って本ですね、直感の磨き方をですね、解説した本になります。この2冊の本も合わせてチェックしてみてください。というわけで今日もありがとうございました。ぜひですね、続きの動画、Dラボ動画ですね、番組の概要欄、そしてコメント欄の方から人を読むシリーズ、そしてですね、投資家が陥るバイアス対策、2つの動画、今20日間無料です。ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。